いやー、X 大会やりまーす。始めまーす。エントリー大丈夫ですか？はい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 、ヒデ。ハクデレロリュウ。あとハクはちょっと待って、はい、こんばんは。もう配信されてる？配信されてる。配信されてます。
ヒデです、こんばんは。はい、3月の7日サナの日、サナって誰やねんって、こんばんは。はい、今日は11名参加、エントリーしている方のプレイヤーネームをとりあえず読み上げます。ヒデ、破天荒、ハク、デレロー、男、長州、杉、友座、青木、サイクロン、龍、ハイビキ、計11名、11なんですよ。何やりましょう。そうなんですよ、何やろうなんですよ、何やろうかな。なんかその NVC ランバトみたいな感じでポイント貯めてるにもかかわらずポイントを永遠と貯めっぱなしっていうね。今日は少ないですね。今日少ない理由はもう明確に分かってます。今日は第一土曜日なので南浦の方でもみ杯やってますので、まあ多分その影響だと思われます。まあ揉むと言ったらね、まあ 3.14 だと僕は思うんですけれども 3.1415、 あ違った、それ円周率だ。さあ今とりあえず配信台でプレイしてくださってるのはリュウさんですね。あ、山本さんが参戦、12名。何やろう今日は、あれだっけ、名前今日何やろっかね。とりあえず東大戦形式は第3土曜日だもんね。何やろうかな。今日はサード勢の方もいっぱいいらっしゃるのでなかなか大盛況なニュートン。なるほど、まあね、ご飯は大事、メシレージがないと動かないっていうのはね、有名プレイヤーも言ってますのでね。ハゲ組ってハデさん壊れるわ草。まあ、いやでもね難しいですよ、ダルシム本土。実際ダルシムのスキルがかなり結構いろんな対応しないといけないので、はめてくる。あ、まあ、そこからね。ああ、そう、火力が高いんで寄った時の期待値はホンダなんですよ。それはあのホンダっていうキャラ性能ができる織りなす技なので。ああ、なるほど。いや一応一応世間的に言われてるダイヤは64くらいかな、ダルシム有利らしいです。一応でもお疲れ様です。またー、はーい、すいません。ヒデ先生によるベガ攻略は残念ながら成立しません。ベガにね、いや勝率マジ悪いんすよ。みんなこんなのチュンリーユーリアンっていう風に大声出して言うかもしれないんですけど、残念ながらちゃんともうね強いベガは触れさせてくれないんですよ、安直に。で画面端はベガ側は触れられるけれどもチュンリは触れられない。画面端にいる状チュンリが画面端にいる状態で画面端にベガを投げてしまった場合はベガ側の投げ角なので、まあ、やっぱその辺とかもねいいなって思っちゃいますね。まあ多分僕が申し上げてる以上にベガス界の方はおそらくただそれだけじゃん、チュンリーの円柱パンなんだよって絶対心の中で思っているので、はい、
残念ながら私はそれを生かしきれてないので、まあキャラさはちょっと覆せてない、あ違う、覆せてないじゃないわ、キャラさ通りにできてない、まあプラスメンタルダイアグラムもあるので、まあその辺は人差かなというところですね。はい、というわけで今日のイベントやっていきましょう。とりあえずスリー、スリーオンスリーかフォーオンフォー、12人、あ違う12だよねですね。時間的に12人だから3オン3位決定戦も込みで、待って 1,2,3,4,5,6 だと 7×6 が最大、違う 5×6、 1,2,3,4,5,6 でしょう。あ、それでいっか、 3 on 3リーグ戦どうでしょう、多くても30試合どうですか、ハテさん、リーグ戦。あ、でもそうするとお店のインカム落ちるから、ちょっとあれか、ちょっと良くないな。だってリーグ戦やってる最中ってみんな見ちゃうから、お店のインカムも大事、そうちょっと時間かかるか、やめましょう。じゃあ 4-on-4 のそう当たり戦、これだったら多分短い、7試合かける3つだから21試合でどうでしょう。アデさん聞いてます、 4-on-4 のリーグ戦、これだったら3チームしかないから、リーグ戦だとしても 7試合が最大で、で全部で3セットだから21試合、多くてもこれだったら多分まあ 4-on-4 かなり熱いんで、まあ疑似フォックス的な感じでどうでしょうか、まあ、そんな感じで今日もゆるりと、まあニュートンなのでね、ニュートンといえば やはりゆるりとやっていくスタイル。吐かせた、あーこれは吐かせた、うまっ、裏にいる、減らねえ、なでかく、ヘッドの方なで返し、やっぱこのゲームなでなんだよな、よいぼ確定、踏む、4は最後で見てから切る、うまい、あーマジであれ負ける、うまい、あー超減った今のミドル、うわこれはなるほど、リュウさんの逃げのスキルが超高い、あー振られた、これはやりに行って勝負中盤、うわーこれがこれがネギオジ、このバイソンベガ熱いな、見てるだけで楽しいわ、にょいぼベガス界はね、デビルリバースのガードの仕方がマジでうまい、チーム当てしましょう。どうしようかな、今ちょっとチーム決め、コンピューターのね、忖度のない、抽選になりますので、皆さん
それでよろしいでしょうか。そうですね、じゃあ、先に、待って、先に番号が出る前に決めときましょう。147のチーム、258のチーム、369のチーム。で、で、まあ、あれですね。で、上、残った3人も123で分けて、で、1のチームは147、2のチームは258、3のチームは369みたいな感じで分けようかなって思います。というわけで、1から9を入れていただいて、で、上から番号を読み上げてください。お願いいたします。じゃあ、そしたら、待って、B、B、ん？で、1、2、3が A、B、C で、1から3にしてもらって、それでいきましょう。はい。はい、チーム決まりました。 A チームが1チーム目、破天荒友田龍山本、 B チーム秀白デレロ杉、 C チーム長州青木サイクロン、男ハイビキとなりました。結構いい勝負かなと思います。こんばんは。じゃあ野試合ラストでお願いします。まあ、後で終わったら、うん。読み上げますよ、僕。破天荒。破天荒。A チームから破天荒。友座。龍。山本。で、B チーム、ヒデ、ハク、デレロ、次。で、C チームが、長州、男、青木サイクロン、で、ハイビキ。はい、というわけで皆さん改めましてこんばんは。3月7日の大山ニュートン、本日は、12名参加で、今日は 4-4 当たるで、リーグ戦です。まず A チーム対 B チームでやっていきましょう。はい、ありがとうございます、ご協力。A チームの方が破天荒友田龍山本、 B チームが秀白デレロ杉となります。というわけで A チーム対 B チームでじゃんけんをして、コンパネ選択、先方はまあ、ここの配信者に言う、基本的にどのキャラでも OK ですが、やはりいつもの特例ルール、合計は5000円でございます。はい、というわけでじゃあじゃんけん、誰かA チームじゃんけん。はい。じゃあ、最初はグー。じゃんけんぽい。あいこでしょ。どっち？横浜住んでる。帰ってこい。当てるよ、ショーン。ん？当てるよ、ショーン。
じゃあ、A チームは 2P 側行ってください。破天荒、友田、龍、山本は奥側、そして秀、博、デレロー、杉は手前側で、で、先方は決まったら配信者、あ、まあマイク持ってる人に行ってください。私も果てます。じゃあ聴衆さんにお願いしようかな、マイク。ん？コーヒー買ってくる？いや、いや、プレイヤーネームのこだわりは大事。杉さん、そんなことちぎるよ。杉さん、怒られるよ。いや、マジね、ひらがな表記かカタカナ表記かアルファベット表記か、マジで大事。っていうわけで、杉、デレロ、ハク、ヒデ、はい、集まってるね。さあ、先方教えてください。こっち OK です。はい、はい、じゃあ座りましょう。さて、 1P 側杉、 X バイソン、 2P 側は山本チュンリーかな。そう当たりです。はい、では本日もイベントを始めていきましょう。盛り上げていきましょう。といっても残念ながら今会場内には13人しかいませんので、かなり静かな大山ニュートン。いや、めっちゃ人いますね。大丈夫ですかね今日は俺。さあ、まずはゴリゴリと杉さんが攻めるパターンになるが、ダメージはなぜかチュンリーが勝っている状態になっている。これがチュンリーバイソンの不思議なところ。あとターンパの出しどころはちょっとうまい感じはあったが逃してしまったか。さあ、ダッシュストレート、グラウンドストレートで圧をかけに行くが、わーコッパン、今コパンコパンと連続で押してしまいましたね。安定かかってましたが、さあ、下がり機構、これはかなり、強い技ですね。バイソンに対してはグランド、弱グランド以外に対しては大目で勝てる技となっております。さあさあ、飛び込みが入るが削り削り、さあいいところで飛んでいる。そして1回目は吐かせるが垂直ダイパンが強い。そして飛び越しらで山本チュンリーが気持ちよくなっている。さあどうしようかね。うん、あー、なるほどね。キャラ自由だからね。どうしようかね。さあ、デレローさんが行きます。さっき僕との試合結構やってたので、まあここはちょっとさっきの生かして頑張りたいところと、プレッシャーを勝手にかけてしまうスタイル。さあ、開幕はお互いまずは弾を打ってからスタート。さあ、ゲージ回収にお互い走る感じではあるのかな。お互いに一度と削られた状態で、チュンリーの方がゲージが溜めるのが早い、珍しい。さあ、お互い溜め切った。こっからはあと上が出ないが暗い投げ、いい選択肢。そしてクータスで巻き込む。これはいい位置で飛び込んでいる。あ男くんお願いします。あ、よろしくお願いします。体調大丈夫？あ、体調は大丈夫ですよ。あ、よかったよかった。家系ラーメン食ってた感じだったから、ね、家系ラーメンもうがっちりニンニク効かして素晴らしい。さあ、いい位置でファイヤー。これはめくり立つまでは投げて、中ゲームはガード。そして戦列、これはいい位置で飛んでいる。投げてまだ知らないが、2ドットチュンリーが負けている状態。おっと、危ない。
これは見てから。デルローさんもね、結構あのファンタスティックなところがあるので、あ、なるほど、そこは結構山本さんみたいなタイプを突き崩せるのではないかっていう、はいはい、ところはありますね、はいはいはい、アンパンマンの胸の傷っていつ受けたんやろ。アンパンマン、なんやアンパンマン。放送間違えてますよアンパンマンいたらヤバくない。だってすれちすれち、アンパンチとか言ってファイナルターンファイナルターンパンチ飛んできたらヤバくないですか。あ、サガット、アンパンマン、あ、そういうことか。多分ね、生放送の枠間違えてますね、これ、うん、アンパンマンの放送。あ、これは全弾確定。あ、誤爆、はい、大丈夫です。 GBK ですね、 TBS からの GBK。 このゲームアンパンマン、まあ、短パンマンならいるけど、短パンマンはね、結構いますよ。短パンマン、さっき出てたね。さあ、これは裏ですね、今。難しい、どっちだ、やばい、わからん殺し。あー、今中盤吐かせたところまでは非常に分かった。さあ、これでダメージは近い。たずま、あー、ピオル、はいはい、あ、ちょっと安い、あ、踏ませる、はい、ちょっとヒヤッとしましたね。あそこ大パン弱小流かな、最大知ってる人教えて。か、ダイゴス中継波動、誰からも答えがひどくないちょっとさ、実況者に優しい感じで言おうよ、みんなアウェー感半端ないっすね、ちょっとさあ、出てくるのはリュウベガ。おっと、逆に出るが、ミドルも使う、これは美味しい。抜き身がないな、ちょっと痛いが、めくってちゃんと4段。あの4段若干難しめな感じなんですが、さすがです。ミドルがマジ減るな、このゲーム。ミドル2発でもう2割5分減ってますからね。おっと、ダブルアップ、わあ、焦られた、あ、やばい、あ、出なかった。そうですね、あ、これまだあるな。あー、撫で返された、惜しい。いやさあ、ここで敵陣からヒデチュンリーしかないんじゃないですかという、ちょっと待ってもらっていいですか、おことづけがやはりここはチュンリー、ベガハンターのヒデとしてはちょっとスルーしづらい言葉なんですけれど、さあ、ここは残るのはハクくんとヒデさんなんですけれども、どっちが出るか。お、ハクくんですね。今日は残念ながら1ラウンドルールはありません。ゆるいルールがニュートンですのでニュートン勢多いよ。さあ、来ました、ハクー J です。あれ、ハクー J、 ハクー J です。ハクー J、 やっぱキャミーでなんか勝つのはきついって言ってましたね。そうですね、やはりリュウさん画面をめちゃめちゃ見て、なおかつ的確な感じでねやってきますので。しかしこれは あのね池袋でね、よく杉門さんとやってるんですよ、はい、DJ 戦は。あー、そっかそっかそっか、はい、あ、杉門さん久々に名前聞いた。もう今でも結構やってますよ、池袋。何かした、うまい。あー、これは、これはパターン入ったか。あー、しかし、あー、ひたすら投げ、やはりベガは投げキャラ。さあ、ヤスラ、これはでかい。さあ、そこ難しいですね。うわあ、飛んだフレーム、痛い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 。この前の5連続投げ確かにありましたね、東大戦で。うまい。さあ、こっからお互いゲージは溜め切ったが、たまに当たらないですよね、やっぱね。おっと、今のはいい位置で打ちましたね、ヤスラ。さあ、しかし虹に追ってくる。さあ、ダブルアップ、小足すらま、エアスラまで入って、これは、あー、きついぞ。なで返し、うまい、逃げる逃げる、空中、これはいい飛びが入るが、あー、コパンで飛べる、時間がない。あー、スラが入って、これは勝負、ガードになる、いい位置で当てましたね。ハク DJ いけるか。うまい、投げて、あ、これは、あ、惜しい惜しい。いや、でも、おわー、あれ強え判定。さあ、噛み合ってきた。そうですね、うまーい。
やはり空対空うまいですね。やっぱベガ使ってますからね、ハックも。そうですね、軌道はだいたいわかるんでしょう。いや、うまいなマジで。ここまでほぼノーミス。そうですね、これはリュウさんもきつくなってきた。しかもね、溜めがねちゃんと早いんで。あ、しかしここから投げにはいけなかった。あー、惜しい。これはい、コパ中継、これはでかい。そして逃げる逃げる逃げる、これがキャラ隊だと。しかこれは、あー、空対空、これはお見事、白 J の勝利。ここでリュウさん止めたのはでっかいですね。これはでかいですね。さあ破天荒流、はい、さあこの組み合わせはね結構リュウに分があると言われている。そうですね、かなりリュウに分があるんですが、はい、やはりジャンプ台系のダメージを考えながら打たなければいけない。さあ画面端、あー大事、受け身は取れている、大事にしたかったけど逃げられちゃいましたね。そうですね、いやー中昇竜、そしてこれは厳しい。やはりこのゲーム昇竜拳最強。昇竜拳はねやはり対空としてはめちゃめちゃ強い、本当ですよ、感じにはなるんですが、まあカラージャンプとかねいろいろね混ぜてきたらっていうところの可能性もありますのでね。この前の SK の可能性を見た気がするが、あれはプレイヤー性能か、SK の可能性、 SK いつのことだろう、 SK、 おっとこれは踏ました。さあちょっと実況戻りましょう。さあいい感じで組み立てているが、ダイヤシ対空が入って、これは DJ の飛びが遅いんです。さっき使って分かりました、 DJ の飛びは遅いです。遅いんだけどね、あの角度がすごい鋭い。あ、まあそうですね。あー前飛びしてる、しかし残り15カウント、吐かせた、投げて打ち身取ってる、ダイヤシ入って、しかしバックジャンプはやってしまったか。やっ、おー体力がねちょっとまあ負けてたのにちょっとバックジャンプしてしまった感じですかね。そうですね、負けたと思ってた可能性ありましたが、ジャックジャックで投げ返せる、プラス9フレームを投げ返す。あ、このゲームやっぱドットなのでね、たまにああいうのね間違えますよね。まあそうですね。さあ展開としては破天荒さんがいい感じで迎えており、そしてゲージももう少し溜まる。体力ゲージだけ HD とかになんないのかな。え、それはどういうこと。いやもう見えすいからって。ああそういうことね。0ドットで1ドットの見分けつかねえみたいな。ああなるほど。あーあーと、これはスパコンを出そうとしたというところで、さあ僕行ってきます。大将、お、ここはヒデさんが最後男を決めるしかない。まあ女なんだけど。さあ流線、破天荒さんはでもね、まあこれ毎回言ってる気がするんですけど、破天荒さんチュンリー戦うまいので、その動きに注目したいところですね。さあ球の打ち合い、ダイヤ、まあ、これは相打ちで OK で、画面端ヒデが決めた。それいつのやつだっけな。あーと、今のはちょっとでかい。体力的には今ヒデさんが勝ってるんですが、昇竜拳出る、めくりが刺さって、タイガーバレてた。あ、そうなんですか、 R 実況のやつなんですか、これ多分わかんないかも。ハク君よくタバコ吸うね。5分前ぐらいにタバコ吸ってまた吸ってるの。試合前、あ、試合前か。さあこれ、あ、そっか、4月からねタバコ吸えなくなっちゃうんですよね。ゲーセンも、ゲーセンもダメなんですよもんね。ファック。これ赤バンされちゃいますよ。あんま過激なこと言うと。さあこれヒデさんファイヤーハード食らっちゃった。
ワイヤードを食らっちゃった。さあ気まずい、これは気まずいぞ。一本取られてしまってちょっと流れが悪い感じになってしまったが、さあ B チームここからまくれるか。飛行機やっぱアテンコさん前取りうまいですね。やーっときっついが、ここは裏回りから投げて昇竜出し具、あっちっちい、なんか今お互いあーっとわからないよ、わからない。さあ大将来ましたね。はい、 TOMOZA。 ゾンビカラーのベガですね。はい、ベガ戦にどんな定評があるのかは分かりませんが、定評がある。さあここでほぼノーミスで倒されてしまった。これ気まずいですね。なかなかヒデさんもあんまり友田さんとはやりたくないでしょう。なんかあんまり勝ってるところを見たことないかもしれない。さあここは画面味、ここはベガ、あ逃げられたが、おっと回っ、なーやばい、投げられてんのはヒデさんの方。いやー最後クラッシャーで削り殺し、勝ったのは A チーム、お強い。いやーやっぱねベガはきつい。よし、はい、というわけで次はよしってA 対 C、 違うな、負けた方からこう B 対 C でいきましょう、はい、ヒデ、ハク、デレオ、杉田、長州男、青木、サイクの配引きでいきましょう。はい、ヒデ先日の東西でもやられてたよね。はい、そうですね。あ、そう、この前のね、小高くんはマジでやばかったです。東大戦七立て。じゃあ、すいません。B チームは奥筐体、今、白くんのいる側にいてください。関さんとデレローさん、奥側に。はい。いやー、マジね、どうしよう、ベガ戦。わかんないわ。あ、そうそうそう、なんですけど、そう、久しぶりなんですよね。ケンバイソンバイソンザンギだね。はい、じゃあ先方教えてください。はい、 C チーム決まりました。 B チームは B チーム。あ、はい、じゃあ始めてください。はい、 1P がね C チームのハイビキさんですね、 X バイソンで、 2P がB チームの、デレローさんの X 竜。あ、これはねバイソンか、課金キャラスレスレの性能してるいいキャラです。おわインク、わヘッドで、おわゴツゴツ、おわおわ、あとヘッド出ないか、あれね、したため上技が立ち途中でね当たっちゃうっていう現象があるらしいんでね、
難しいみたいです。さあドット対ほぼ五分、飛びが入る、いい飛びでした。な開幕ファイヤーでこかしてもう画面端飛び入って、おわおわニョイボー、さあなんかもう半分減った。このキャラの攻撃力おかしいぞ。竜巻、さあお互いゲージあるのでうかつなことはできない。もう完全端端以外では波動が打てない状況ですね。真空、さあ見てから、さあまたしても開幕ファイヤー画面端、フォー、中ゴス中ゴス、おさあからの、あーっとこれはバイソンまだ生きてる、うっ、あー今ヘッドだったのかな。さあまずは B チーム一勝、さあ C チームは、青サイさんのザンギですね。さあ竜を見て俺が行くと、頼もしい青サイさん。さあさすが竜戦は手慣れたものか。さあファイヤーダウンから、あーダブラリが、いいダブラリでしたね。今日の青崎さんはダブラリ出てますね。さあ出る出る、さあ出ますよ今日は。あっノーミスか、あダブラリは出るけどスクリューは出ない。さあスクリュー1回もやらずに勝つつもりか、真空がダブラリで、ダブラリノーミスですね今日は。あこれで C チームも1勝なんで1-1ですね。さあ CPU 戦ではスクリューが出る、おっとハクキャミー、ザンギにはキャミーだと間違いないですね。おキャノンスパイクに何もないんです、ザンギは。何もない、お中キック、中キックで減らしている、あーっとここで痛いミスか、フーリガンではめていく中キック、さあ今日は中キックボタンの信頼度が高いですね。じゃあ殴られる殴られる、あーこれねほぼもう起き上がりはキャノンスパイク安定みたいな感じになっちゃいますね。ダイヤシ、さあそこのキャノンスパイクはきつい、どうするどうする、にゃーにゃー、
お飛び通る。さあ、濃密な地上戦。おお、差し合い、スト2の神髄みたいな試合。あっあっ、ダヨシ、あースパコーン。まあでもだいぶ追い詰めましたね。あ、1P2C チームが3人目ですね。あ、男バイソン。さあ、男バイソンことウネガイル。あー4段入って、さあ一瞬で昇天する。大丈夫か男バイソン。投げていく、ヘッド。ああ、このキャミやっぱ強えな。おわっ、うわー、もう飛びはダメです。投げー、うわ、強えぞこのキャミ。さあ C チームは、大将ですね、4人目。さあ長州さんですね。さあおなじみの黄色い剣。あ、長州さんのさあ、男バイソン、なんか荒れてますね。あ、荒れ散らかしてますね。よっぽど悔しかったんでしょうか。ハイザラソニック飛びましたね、今。懐かしの。と言ってる間に、ハクキャミーが1ラウンド取っている。さあ長州さんの仕上がりはどうだ今日は。まあ詐欺飛びとかきっちりやっぱやってますね。そうですね。おお、3段 OK、 問題ないっす。 OK、 今日の長州さん問題ない。今日の長州さんは出来がいい。はい、だ対空しっかり。うわ、踏まない。玉よけの吐く吐く。おっと、当たっちゃった。飛び上がりに引っかかっちゃった。剣の波動拳チカチカして見えづらいんだよね。見えづらいね、なんか。そう、点滅してるからね。点滅してるよね。なんか解像度が低いよ、なんか。さあ、あー、あー、これは劣化が出る。はい、今日はいいっすね。今日出ますよ。作画がいい。作画がいい。作画がいい。今日の長州さん、はい、両作画。さあ、トッピー。確かに、連覇出すだけでみんなおおーって。連覇で出るだけでもかなり盛り上がるっていうね。あそこで、あそこの連覇出すだけで、出すだけで。さあ、B チームの杉さん。3人目、3人目かな。3人目ですね。杉バイソン。さあ、最近は X バイソンをね、使ってますね。あの、2020年は X 頑張るって。お言ってくれたんで。あれ、ちょっと頑張りましょう、杉さん。いや、このカード頑張ってもむずいんですよ。全然、あれですね、全然いい勝負なんで。あ、いや、いい勝負なのこれ。これ、いい勝負ですよ。これ、膝ですから。あ、膝、膝。これ、あの、全人類平等の。はめていく。これ、どんなうまいバイソン使いでも食らう。あ、確かにね。あー、はめていく。はめ殺し。ここで、あ、ここでもう大将戦ですね、はい、4人目ヒデ、ヒデチュンリさあ
さあ、膝、膝入って昇竜膝入ってゴツゴツもう一回あーはめていくこりゃ膝だわ膝ゲこのゲーム膝だこのゲーム膝だわこのゲーム膝だな膝ですだってこのまあ最強じゃないですかチュンリーってそれを膝だけでこの使うんだよっていう、うん、いや膝だこの強キャラのチュンリーを膝膝一個だけでこれザーザーザーヒーですザーヒーゲーこれザーヒー相手がデーヒーならこっちはザーヒーでやるしかないしかし玉打ちが始まるとかなり道義もきつくなってくるさあ膝に行きたい竜巻しかし飛び鋭い飛びキックから昇竜拳昇竜拳が使ってしまう削って昇竜拳連発してたんですけどね今ね今結構ガチャガチャやってましたねいやレッパがレッパがレッパが出ずレッパが出ないって言ってましたね今ねいやまあさっき出しちゃったんで今日の分はもうそっか1日1レッパなんだそうさあこれ一文字おいさあこの画面端はいやおいしい長州さん太いなやっぱ波動が太いそう誰かあの昇竜レッパ転売してくれないとね、うん、あしおっこれはおお長州さんありがとう長州さん勝利ありがとうございますイエーイどんなもんじゃいコパン出なかったわコパンコパンゲーだったさあじゃあ優勝決定戦いきましょう A 対 C破天荒友田龍山本対長州男青木サイクロンハイビキまずはコンパネ選択からですねああそうっすねそういえばそうだまあまあ常連ですからねはーいあるのかはーい。はい。オッケーでーす。はい、お願いしまーす。さあ、1P 側山本、チュンリー、2P 側はハイビキバイソンとなりました。さあ、10ステージ。さあ、相打ち。さあお互いにまずは様子を見ながらさあこれはチューパー暴れが早かったこれは吐かせた形になってさあしかし百列が痛いチューパンで下がって弱気コーダが相打ちいい高さで飛んではいるが何もできず投げるヘッドしっかり対応さあそれは痛いああ今のは
ちなみに今チュンリーが、踏み付けやってバックジャンプしてるところは、ダッシュアッパーで落とせるはずです。投げ返し、さあさあゲージが欲しいハイビーだが、これで溜まる。しかし体力差が3割くらい、フォーをガードさせて空対空早めで対応するも、あー逃した。今のはしかしまだじっくりやるという方でしょうか。おっとっとっと、あーこれは見てからですね。さあ、さあ今ずーっとバチ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 音聞こえてましたね。ここの配信のところまで聞こえるくらい100レスの音がしてました。さあいい位置まで来ている。おいしい。2で1は一歩負けするが状況よしですね。あっと、さあ打ち勝ったのはハイビキ。さあここでリュウさんが行く。さあリュウ対ハイビキという土、子は大マジ減りすぎだろ。出てこっちも減りすぎだろ。お互い減りすぎだわ。火力が高尾、如意棒は入らない位置。中継、おっと今のはちょっといろいろ難しそうな感じではあったな。ゴチゴチして、おっと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 、さあよく動くベガは難しい、掴んでないで中盤、そしてもう一回、これはいろいろ怖いところではありましたが勇気を持った前歩きでしたね。さあまずは2で削って中盤グラウンド、これでもかなり痛い。そして投げて前飛び遅らせ、受け身は取っている。そしてヘッドアバレ、わー投げられない。ガード硬直中か、中盤グラウンド。さあ痛い痛い痛い。さあかなり優勢ではあるがベガはいろいろあるのでやはり気は抜けない。さあヘッド当たる、これはクレイジーで削り角、ハイビキが2連勝。うまい。さあトモザベガが先に行く。うわうまっ、あ、うまい。さあヘッドしっかり見ている。うわやりに行く中継、あコパー、わこれは超うまい。うわいやこれは完全に今ゲームメイクがハイビキさんでしたね。全部詰ませている、お見事。抜き身は取っている。さあ最高、あ最高じゃないや、足で突っ込んでくるやつ。ダブル2です、ダブル2です。やっくりした。さあ、コパンからグランド。あのね、今ね、ごめん、名称出てこなかった。最後から投げ。着地上げ。すいません、今完全に放送事故だわ。びっくりした。何を混乱してるのかと思いました。さあ、開幕ダブル2が刺さって。さあ、めくりすらガード。ガードしている。裏手をガードできる。いや、これね、やはりね、ベガやってますね、ハイビキさんは。やってますね。うわー、歩いたところに最後。今のハイビキさんの歩きはかなりのプレッシャーでしたが。さあ、うわー、しかし、友田ベガのプレッシャー。相打ち、どうする、踏んで。踏んで。あー、これは。中足ダブリに。はい。コンテンツがすごかったですね。中足で突っ込んでくるやつですね。どうしたんですか、どうしたの。何を興奮してたの。もうね、ダブル2が出てこなかった単語が。でもね、でもね、俺は伝えたいから、ね、もうあの語彙力低下してもいいから、そしたら出てきた言葉は足で突っ込んでくるやつだった。もうひどすぎた。
さあここで長州剣。そうですね、長州したんですね。さあうまい。さあホバーが当たる前になんとか波動拳が当たる。相打ちだったらちょっと剣が苦しかったが、さあゲージは溜めた。あーいい飛び、早出しですね。そうですね。さあ踏ませた。これはあー大パン TBS 狙いと、ね、まあスパコン来ても大丈夫ですよっていう。スコパンで落として削って、スコパンで落としてもう一回。これ安全なんすかね。いや今のはちょっと高めでしたね。あーしゃがみ中パンうまいですね。さあ見てから、あーあーあー投げいった。今ね、やっちゃいましたね。膝いきましたよね。ダブル2がナイトメア。うん、もうダメ。俺自分で言ったのに自分で、自分でツボってるんだもん。さあうまい二択シーン。さあ竜巻竜巻、おっと膝、これが大人の疎通なんだと。竜巻竜巻でかくらん。さあクーグライは美味しすぎる。うまい下段下段壊し波動一文字。わあ美味しすぎる。中盤投げましたね。それは美味しすぎる。ジャンプ中盤投げましたね今。はい、さあ中継ダブル2から、これはガードはしっかりしている。うまい空中 TBS バックジャンプ。あーあ今パクりましたね。飛んだろ。かかんない。え、じゃあ今食らったのはなんで地上ぐらい。さあ最後のプレイヤーが、さあ大将が破天荒の竜、残るは長州男青木サイクロンといるのかな。これ決着つかなくないですか。いやつきます。はい、勝った方が優勝です。なるほど。はい、というわけで、そうかそうか。さあ長州さん大パンレッパー出なかったが、今日は二択がうまいんだぞと。あーとこれちょっと今難しい位置でしたね。そうですね、ガードなのかしゃがみでかわせるのか。そうですね。さあダイヤシー中継埋め込んで、あーっと出ない。 TBS こう、いや今のは弱小竜は出せる位置ではあったんですけれども、出せる出せない展開が大きく違いすぎましたね。さあここからでまだ真空ありますからね。いやー踏み込み、あーと投げにいったところは、そして弱小竜、そして昇竜。さあリーチがかかる。さあさあ今2人目ですよね。でもこっちのチーム 2P チーム2人目ですよね。 2P チーム、そうですね。なのでかなり人数差に余力を残した状態で、今長州さんが伸び伸びとやってる状態ですね。そうですね。そして弱小竜痛すぎる。おっとしゃがみ中パーブレ、これはいいですね。踏まされた画面端前をキープ。あーっと、あー大系レッパが出る。いやー C チーム勝利ですね。はい、というわけで本日の優勝は長州男青木サイクロン敗引きのチームとなりました。おめでとうございます。敗引きさんのね攻めが超うまかった。俺はの試合やろ。はい、じゃあ優勝は長州男青木サイクロン敗引きチーム、おめでとうございます。で優勝チームの写真をね、写真入りたい方はぜひ来てください。ちょっと長州さんが今お腹痛いって言ってどっか行っちゃったんでまあ2人でもいいですよ。
Thank you.
Thank you.
あ、まだみんな見てるのかな。さすがに？さっきのダブル2は前歩き確認。
Round two, fight!
Oh!
Thank you.
Round.
Four,
Yeah.